はい。はい、三部でございます。はい、ワープありがとうございます。一番上固定ですね。はい、さん、加賀さん、たけしさん、かっちんさん、ごじゅんありがとうございます。YS6 さん、かずさん、みきちゃんさん、えりかさん、ななじんさん、ゆうきさん、ゆきさん、なあみさん、いちじくさん、みのりさん、じんせいさん、はっしーさん、いっしーさん、ありがとうございます。はい、キングしーささん、イエイ、絵文字ありがとうございます。はい、いいねも、バラもありがとうございます。渡辺さくらさん、みちさん、ありがとうございます。みっちゃんさん、待ってました。サンドワープ完了、借金ありがとうございます。あたじんさん、やさか、ありがとうございます。ごゆきさん、赤坂さん、近藤さん、ディフェンダーさん、サスケさん、レインボーマン、ワープありがとうございます。はい、レインマンっていうドラマもありましたね。あったあった。はい、水塚さん、リンティラさん、ありがとうございます。マーベリックさん、ごゆきさん、きたーとありがとうございます。いちじくさん、こまちゃん、リンクいつもありがとうございます。はるさん、はいつさん、ひとみさん、耳だけありがとうございます。トワイライトさん、あたじんさん、はっしーさんの笑い方と、えっしーさんのコンビがたまらないと。これなんていうんですか、仏頂面です。仏頂面、はい、確かに仏頂面愛想悪い。石井さんによると、1816年、あたり、マット・フラット、うん、はい、そうですよね、うん、見解をぜひ、お願いしたいと、うん、ありがとうございます、はい、それもね、じゃあこの後行きましょう。まるまるさん、三笠さん、ありがとうございます。ノリダーさん、ワープセコ、ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。タミヤラさん、ワープ、ライブマークにつられて、間違えて、これなんだ、原石、T 氏の方に行っちゃった。はい、はい、赤田さんもありがとうございます。はいはい、それでは、皆さんお待ちかねです。ありがとうございます。はい、じゃあさっきの、はい、どうしましょう。うん、トラさんの話、そうですね、旬ですからね。と、あとマット・ブラッドの話とも、うんうん、はい、お願いします。はい、石井さん、これについて、はい、今日、じゃあ、まあ、トラさん、どうだったんでしょう。助かるように決まっていたのか、その時に助かることになったのかって、石井さんの見解といいますか、うん、はい、僕も聞きたい、はい、あの、まあ、特定の人物が、はい、生命を維持して生きていようが暗殺されようが、はい、そのことにあんまり大した意味はなくて、私的には、はい、ただその地球の大きな流れとして、はい、闇と呼ばれてたものが何千年も地球を支配してきたんですね、はい、だから9世紀まではその闇の計画通りに動いてきたわけですよ、はいはいはい、ビルがこう突き崩れたら地震が起きたり津波が起きたり原子力発電所が壊れたり、はい、だからその計画でずっとやっていくつもりで、だから今回もトランプさんがお亡くなりになるという計画を立ててカードまで作ってたわけですよ、はいはい、ところが今回は失敗に終わっちゃったわけですよ、はい、うん、それっていうのは要するに支配者の思惑通りでいかなくなったから、はい、地球をコントロールする主が変わったということなんですよ、うん、だからそれが波動が低い地球的な勢力が強かった人が支配してたのに、今度は光というかね、宇宙人というか異星人というか、はいはい、まあ天使というか、地底地というか、とにかくバイブレーションが高い人が地球を操って外としていくことが決まったんで、はい、その象徴的な出来事、だから次の首相は当然トラさんになると思うし、はい、それは当然その経済的な不安も、うん、あの全部払拭することはどんどん遂行されると思うし、はい、うん、ということなんですね、うん、でその今回狙撃した人もその経済的な仕組みを維持したい組織に属した人らしいんですよ、はい、要するに資本家グループの人間らしいんで、うん、はい、だからトラさんになるとその下皿なんとかとかいうのやられるとみんながお金持ちになるから、うん、そうするとみんなが貧乏で一部の人だけが富を有しているという仕組みがない限り、はい、地球の征服はできないんで、はい、それを壊されたくなくてもうあらゆることに必死になってるわけですよ、うん、ところがもう抵抗むなしくそうなっちゃう人もいるんですね、うん、まあ、もうみんなお金のために生きることは全員やめたってなると思います、あ、数年後には、うん、数年後にはもうそれはやめたっていうふうに、うん、まあ、皆さんがあの体験して分かってやめていくと、そうです、はい、もう楽しみでしかないですね社長辞められそうですか何がやめたって店長が先やめたってそうですね、ちょっとじゃあやめてるんですけど、パトラッシュさんが来たんで、うん、これは行かないといけないですか、うん、いやどうかな、はい、どうかな、
アトラッシュさん来たらだって今日はやめといたらやめ止めた、うん、すごい、こういうカードにもありましたよねってユキさんね、うん、同じやつ、この言えないんですかね、イルミネーションみたいなカードにね、うん、はい、出てた、マッドフラットで生まれた文明は何でしたっけってサスケさんが、うん、まあ、そういうやつですよね、うん、はい、ブラックロックの団体に、所属してたんだよなってね、うん、あの狙撃手がでしょ、うん、そう、そうみたいです。で、株主で、そうで、あの株主で、あの結構それで、あの結構儲けてたとか、そういう学校にいたとか、うん、なんかそういう子だったらしいですね、あの子も三次元的な発表ではね、安住野さん、お金の、ない社会の到来ですね、うん、三部から参加、心さんありがとうございます。あれでもそうですね、タミハラさん、それですね、犯人だったタルタリアとね、はい、犯人だった子が、あの、はい、共和党党員だったっていう話は言ったけど、お母さんは民主党教員で党員で、お父さんはまた別のやつ、自由党党員とか書いてあって、ね、なんかよくわかんないよね、うん、まあでも、あの本当のニュースがね、真実をちゃんと伝えてるかっていうとね、はいはいはい、これがもう、もうね、もう全てが結構嘘だらけだったから、うんうんうん、どこまで信じていいかって僕は思いますけどね、うんうん、そうやって発表されてるのでさえね、はいはい、うん、そうですね、うん、はい、そうですね、タミヤラさんありがとうございます。タルタリアとかね、うん、アータリアとか書かれてますけどね、うん、はい、ちょっとパトラッシュさんは乾杯って、乾杯、やっぱりどうしても開けたいんだ、はい、開けちゃった、開けちゃった、ありがとうございます、乾杯、ありがとうございます、うん、パトラッシュさんありがとうございます。今犯人は別の方、他の方、ありがとうございます。あ、そうですね、うん、はい、次元上昇しないと難しいとかね、うん、はい、まだまだ羊だらけですねって、〇〇さん、うん、はい、ありがとうございます。近所の恥じれにワクワク説教されたは、はい、おパチ当たればいいなあ、マチね、うん、ありがとうございます、はい、そういう方まだいらっしゃるんですね、はい、ワクハラ、はい、あ、みのりさんもありがとうございます、うん、それでは、続きみたいな、はいはい、はい、うん、石井さん、せっかく、じゃあ石井さん、せっかくなんでね、うん、はい、もう少しその今回のトラさんの深掘りですね、うん、はい、あの、まああの僕はもうどっちかっていうと霊的な話、もしくは宇宙的な話、このテレパシーとかね、こっちの方からの角度から、はい、あの石井さんの話をね、はい、皆さんにぜひ伝えてほしいなと思ってるんですけど、はい、ちょっとお願いします、はい、私は地球の政治に本当に興味がないんで、はい、どこの国の何とか党とか、うん、どういう人物かとか、そんなのどうでもいいと思ってるんだけど、うん、ただ地球を動かす代表として地球人をどういうふうにコントロールするかということに関しては、うん、その異星人にいろいろ指導を仰いでるはずなんですね、うん、だから今までの歴代の大統領っていうのはお金というか地位を求めてた人ははっきりと魂的にはろくでもない人の方が上に立つ傾向があったんで、うん、あの一番その霊的なことは理解できなかったけど、ただ今回の寅さんはあの名も地位も名もすでに得てて、はい、そういうものを求めてないのに、ただ地球を変えたいという意思でやってるんで、そうすると宇宙人からすると一番聞く耳持ってる人が代表になってくれるということなんで、そしたら地球を支配している闇を潰すことも嫌がらずにやるんで、もう十分自分は地位とお金を得てるわけだから、そんなものを目的にしてないんで、今までは地位と名誉が欲しいから悪の手伝いもしてた人が国の代表になってたわけで、ところが真逆のことをやるんで、だからそのトラさんの個人的な人格がいいと思っているかどうかは別にして、その使える一度だというふうに宇宙の高次元創造はみんな見てくれてるらしいんですよ、うん、だからそのトラさんはやられそうになったら守ることは普通にしますよ。そしたら拳銃、あの弾を ずらすにしても殺されるはずを生かすにしても、そんなことは簡単にできますからね。あ、だから他の星が地球人に干渉してはいけないというルールがあるけど、はい、それはまあ干渉してもいいだろう、要するに核戦争をやることを一応阻止していいことになってるんですよ、はい、他の星に迷惑が
かるんだ、はいはいはい、それと同じで今のトラさんがやられちゃうことはまた地球が闇に包まれてしまうんで、はい、それを阻止することは干渉とは言わないよと、あやってもいいよということでそういうサポートを得ていると思われます。いや結構ねこの話高度ですよ、はい、この今の宇宙から見た、ね、星他の星の人たちが地球のやってることを干渉しないというこの考え方がなかなか皆さんにね浸透していかない。だからちょっと結構難しいことをね、はい、語られたなと思って、はい、僕はなんか分かるんですけどね、はい、どこまでの人が視聴者さんがここそうだって言えてるかっていうのはね、うん、すごく奥の深い話ですこれ、うん、そう、地球はねその悪がはびこるということが最大の特徴なんですよ、はい、うんうん、その光しかないと成長がなくなるんですよ、はい、もうだらけでそれが当たり前になって、だけど闇が出ると光を光るわけですよ、はい、昼間空見ても星は見えないけど、はい、夜になると星は輝くわけですよ、だから闇に包まれたら光が輝くんで、それで地球は闇に包むようにわざとしてるわけですよ、だから高次元の神様に悪魔役をやらせてるわけですよ、そう、だからトラさんを狙撃しようとしてる人も一つの役目かもしれないし、という中でそれでも光を輝かせるような工作をしてくれてると、うん、いうことで、だから今回その代表はすごく一気に動いて、うん、いろいろ経済社会がなくなっていく方向で動くと思います、うんうん、だからあれか、うん、ニューズ TV でもあの僕がこうやって乾杯ってやっても、うん、僕が輝けてるんですね、うん、ダークだろうだから社長がだいぶ演じてくれてるからそこが痛かった。仕事中に飲んだとしたら絶対ダメですから、ね、はい、だからそこはというわけであの出演者の方には乾杯ないのってご雪さんありがとうございます。ゲストの方にも一応 あるんです。なので一応あのすいません、はい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 、じゃあやりましょう、はい、ただ、はい、乾杯を、はい、あのやさかー、そうそう、やさか、やさか、はい、やさか、はい、やさかー、イエーイ、ヒュー、ヒュー、はい、あの、イッシーさんは ちなみにこれジュースです、これね、そう、イッシーさんお車でイッシーさんは、番組、中は水、ということで終わるぐらいになったら、あの、もっといいやつをイッシーさんにお出しさせていただきます。ありがとうございます。あれですよ、石井さんと居酒屋行くじゃないですか、はい、でビールだ、ね、必ず瓶なんですよ、ね、グラスに継がないで、はい、そのまんまラッパ飲みするんですよ、海賊スタイルみたいな、はい、うん、という感じで、いまだに、口にそういう布を当ててる人がいるのにはびっくりですね、三笠さんっていうの、うん、いますね、全然、うん、そう、宇宙にも影響が出ると、そういうものを使うとね、そうそうそう、あるからそれを阻止すると、うん、はい、そうです、長崎はまだ布を当ててる人がいっぱいいると何をどう信じたらいいのか、世の中だからこそ非中央集権の世界も見なくてはならないディフェンダーさん、確かに、はい、丁寧で分かりやすいと一軸さん、はい、ネオクラシックさんもワープありがとうございます、いいねもありがとうございます、 SN さん間に合ったありがとうございます、私は理解してます 100% とユキさん、はい、今の話理解してると分かりやすい、うん、という感じ、やさかひゅーありがとうございます、ごゆきさん、あ、店長さん、あ、どうだ、本当ですかありがとうございます、一緒にヒューヒュー、トワイライトさん、クルーズの社名、ブラッククルーズ、そしたらこんな笑えてないですよ、はい、やさか、旅やらさんもありがとうございます、ブラック店長にしようよ、ブラック店長、確かにだいぶ黒くなってますよね、はい、ありがとうございます、もう今日からブラック店長です、ブラック店長はい、ということで先ほどのじゃあもう一個のいきます、うん、はい、マットフラット、あ、はいはい、これは面白いですよ、あの石井さんの話は面白い、はい、うん、じゃあ、どうしましょう、なんか、うん、歴史的背景というかとその思惑みたいなの、はい、はい、じゃ あの大切なのはね、はい、その泥に埋もれて町が沈んだとかそういうことよりも、はい、あの今までね、地球は北半球はフリーエネルギーが当たり前な豊かな文明があったんですよ、はい、ところが地球を支配したしたい人たちが、はい、エネルギーを依存させたくて、はい、特定のエネルギーを自分たちだけが所有して、それを買わせることで文明を成り立たせたかったわけですよ、
だからフリーエネルギー文明を全部潰したんですよ。それが泥に埋めたのか爆弾落としたのかいろんな方法あったんだろうけど、はいはい、だから日本もちゃんとそういうフリーエネルギー文化があったんですよ、うん、だからそれで法隆寺とかそういう建築物あるわけですよ、はい、実は昔は電気なんてもう無料でいくらでも宇宙にある限り取り放題だ、はい、それが今お金払わないと電気が得られないと、はい、いう仕組みで闇が潤ってるわけですよ。あ、うん、だから今回をきっかけにだんだんその宇宙化していくんで地球でもエネルギーは無料な当たり前という他の星と同じことがだんだん加速していくと思われますね、うんうん、そこのことが重要で泥税を漏れたとか何万人死んだとかそれは些細なことで、はい、うん、そうですね、うん、とか火事とかね、うん、いっぱい出てますけどそういった施設があったところから、あえてやられていっちゃったっていうことですね。そうそうそう、亡くなされて、うん、亡くなされた日本の中でも、うん、そういう地名ばっかりやられたという、あ、水銀を活用してましたからねって当時ごゆきさんありがとうございます、うん、視野、地元メディア、いましたね、うん、80% すごいですね、うん、はい、あの今あれですよ石井さんとのお話し会は今全国区になってるんですけど、はい、あのなかなかこう YouTube で話せないバンされちゃうことが結構ねいっぱいあるんですよ、はい、あの石井さんあのカメラ回ってない時はおっしゃってましたけど、うん、あの気をつけてると、うん、はい、お気遣いいただいて、うん、そう、番組っていうか、うん、チャンネルが潰れてしまいますからね。そう、はい、マッドフラットされてしまう、はい、なので、うん、そうならないように、うん、石井さんだいぶあの考えながら喋られているということで、うん、それはあのフィルター、なしでね、うん、あの聞かれたい方もしいらっしゃいましたら、うん、ハッシーさんのとこ見るとそうスケジュールが出てます。あの公式 LINE がね、はい、あの概要欄に、はいはい、出てますんでそちら入ると石井さん の、 あの、うん、フィルターなしのお話し会ですね、はいはい、が聞けるということで、はい、これからもあの予定満載、ということなので、はい、もうでも売り切れてしまっても多分たくさんチケットというか席が予約、そうですね、はい、なので、うん、これからもあの石井さん、フィルターなし、公演というか、なんていうんですかそういうのお話し会というか、今はお話し会、はいはい、あんまり多くするとね公園みたいになっちゃう、公園になっちゃうとこうちょっとこう距離感がね、確かに、だからこの辺のこうさじ加減がちょっと難しいんですけど、はい、でももう年内は連れ回そうと思ってます。日本全国、はい、ちなみに、クルーズでも来月は8月13日の火曜日、はい、石井さん、と石井さんとハッシーさん、はいはい、こちらいらっしゃるので、うん、ここ、実際お越しいただければですね、うん、生の声と、はいはい、いろいろ、実際にでもお客さんとやり取りすると多分一番そうですね、うん、いいんじゃないでしょうかという、うん、一応今考えてるのは、はい、お話し会に来てもらう方が、はい、たくさんね質問したがるんですね、はいはいはい、だから必ずメモ帳にこれを質問したいっていう人は提出してもらってる事前に、はい、受付の段階で、はい、なるほど、それを僕が、こう話の流れでこうどんどん、はい、振ってこれはどうですこれに関してはどう思いますみたいな感じでやってってるんですが、それが前回すごく良かったんですよね、うん、雰囲気がね、うん、だからそれをちょっとこう活用していこうかと思ってますね。それいいですね、うん、はい、あ、海の波や塩分も鍵になってると思う、うん、あ、そのフリエネの、うん、はい、闇側の勢力にとっては破滅が目前に迫っている中、うん、あ、そうですね、言っちゃいけないやつが、うん、はい、2つ前倒しにしてそのパンデーとかね、はい、を演出しようと試みる心配があるように少し案じている、うん、あ、うん、なるほど、うん、南極大陸は昔、暖かくて緑があったと聞いてます、いつからこれ氷の世界になったと思いますかという、うん、ダメ、カズさん言っちゃダメですよ。ハッシーさんのお話からはドネーション方式、そうです、はい、にしました、はいはい、すごい、うん、ありがとうございます。石井さん、そう、13日もハッシーさん、石井さんご出演になっております。はい、カッパドキア、カッパドキア、石の壁が黒焦げ、絶対ドーンだよねってサスケさん、石橋ブリヂストンやなって、はい、そうなんです、なかなかいい相手石橋コンビ、ブリヂストン、はい、
これ名言ですね。はい。すごい。はい。一心八志、ブリヂストンみたいな。じゃあ、ちょっと使いますか。採用しますか、ブリヂストン。ブリヂストンの社長は、あの、石橋さんって人。そうそうそう。うまいね。はい、皆さん、明治時代あたり日本中の大きな町の通りに、凱旋門的な門とか大きな鐘があった写真群、うん、動画を M チャンネルさんというところで見たと。ラクシュミ女神様、ああ、みどりさんね、はい、ありがとうございます。あとはそういった、なんかまあとにかく今じゃあそういった流れがどんどん今変わろうとしてるところですよね。そうです、そうです、はい、昔を取り戻そうというのが出てるんですね、はい、うん、でも本当にそのね、アメリカの流れがすごいこう一気にガッと変わったじゃないですか、うん、そこに日本がこう追随っていうか、日本も重要なポジションがあるんだよっていう話が出るっていうのはすごいいいですよね、うんうん、もう相当冷静的に進んでるみたいです、日本人の冷静が、冷静が進んでる、そう、まあ、霊感というか冷静というか、そういうこの宇宙的っていうか、はいはい、これがもう地球人の中でもこの特筆してる、でこれを無視できない、うん、だからあの D と S からしてみるともうコテンパンに私たちの意識を変えられたわけですよ。なるほど、うん、それが復活する、うん、もうだいぶどうなんでしょうかね、それ、復活に向けて何パーぐらい今行ってるんですか。大体どうです、石井さん。石井さん的にほとんど行ってないし、分母と分母の問題があって、今人数が多すぎるから、はい、ダメな人の比率が高くなっちゃうんですよ。それがものすごくギュッてし狭くなれば、はい、優れた人だけが残るみたいな、はい、別れやすいことそうなるんで、はい、もうそれを今年来年ですごい加速して地球さんがやるわけですよ。なるほど、うん、まあ羊が多いってことはね。ね、豚でも牛でも何でもいいですけど、多すぎるんでね。多すぎる。イナゴの大群、大量発生がね起きちゃってるんで。でもあの不思議なその 大量発生してる人たちって、うん、自分の方が少ないなって思ったら多い方に行っちゃいますもん、ね。うん、そうそうそう、はい。そういう人たちが羊になってるんですよね。多分そういう人はお注射を受けてる。あ、うん、だから自然な法則が働いてると言えばそれまで、はい、だからそれは選択の自由があるから、はい、うん、確かにそう、うん、何もお好きにどうぞってこと、そういう姿勢が、寛容な姿勢が大切だし、はいはい、そこに怒りを持つことも無駄なこと、はい、うん、あ、まあそうですね、うん、そこに怒りを持つことも無駄だという、そうです、はい、いいことしてくれてる、ある意味、はい、淘汰してくれてるんで、はい、うん、あの、はい、まあ、ちょっと戻しちゃうけど、はい、あの都知事選で、うん、そのまあ、石川さん、君谷さんが、今回のお皿のやつをこうどんどんこう広めてくれたりとか、まあ、うちちょうど石川さん、君谷さんもお越しになってそのお話をされたりとか、うん、まあ、田母神さんも来られて、あら、強い日本を取り戻そうっていうね、あのなんか通ずるものが両方ともあったなと思って、うんうん、あの今回あの今までのこうなんていうかな、選挙もうこの都知事選だけじゃなくて国政選挙もそうですけど、そういう話って今まで全然出てなかったじゃないですか、うんうん、って考えると、日本も少しずつ、うん、ムード雰囲気が変わってきたなっていうのはここのとこ思いますね、うん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 、まさにそこですよ。ですよね。新聞やテレビの報道を信じなくて、はい、言うことをまともに聞く人間がちょっと出てきてるんですよ。そうですよね。それに向けて玉上さんは話をしてくれてるんですよ、はい、だからすごくいいこと言ってるなと思って、うん、ただそれを分かる人が投票に行くんで、はい、まあ、分かる人はまだ少ないだろうなと思いますよね、はい、残念ながら。で、橋井さんと話したけど、はい、ね、都知事選の、はい、ね、君谷さんの投票数がこんなに少ないわけはないだろうと。で、ね、実際問題玉上さんも20万票ぐらいだったから、うん、21万票だったかな、だから本当に、そこも操作されてるんじゃないのっていう話がね、そうですね、出てましたね、うんうん、間違いないと思いますよ。だって8時の時点でいきなり当確が出るなんてことはありえない、うんうん、嘘でも伸ばさないとね、うん、思ったね、ああ、そうそう、あれでもわざとやってるのかなって逆に思います。あ、そうでしょう、わざとらしいのと、うん、だっておかしいよねって言わせるために、そうそうそう、
やってるとしか僕は思えない。そう、実はインチキですよということを自分で言ってくれてるということだと思いますよ。そう、だから政治とか選挙なんて実は意味なかったんですよということを自分でバラしてくれてると思います。本当にある意味良心的なんでしょうね。そういうと良心に目覚めちゃった。目覚めちゃった。 闇の勢力だったはずが、はい、そういうことだと思いますよ。本当にまあ、今回の本当トラさんのことも含めてで、変わってきてるんだよっていうね、地球は今変わってきてるんだよっていうのをどんどんこうもっと出ていくようなね、うんうん、ところに行きたいですよね、うんうん、はい、はい、250名実さんありがとうございます。ありがとうございます。周波数の、波動が出ると明治時代の悪い人のお金を、あ、これボーンってやつですね、対峙しようとした、うん、シャアさんありがとうございます。ココロさん、だから群れるんですね、多い方に行っちゃう習性があるんですね。そうそうそう、日和見ってやつ、はい、うん、そう、これしょうがないです、もうこれ法則だから、はい、はい、日本人は特別だと言われてるが、浮かれすぎだと言ってたので登録をやめた、とある YouTuber さんが、はい、日本人は特別だと言ったけど浮かれてるって言ってるからやめた、はい、羊さんは多分いつまで経っても羊さん、メディアが変わればお目覚めの可能性はあるかもしれない、キミヤさん 0.1% だったそうだね、はい、あ、いる、みな、あ、定位のね、このイルミネーションカードって言ってますけど、ここでは、うん、はい、予定を予告してるんでしょうけど、日本には火付き神事、火付き神事があると、はい、神一輪、神一輪の大逆転になると、はい、あ、三田さんありがとうございます、聞き入ってたというね、ありがとう、気づかせ案件ね、そうそう、気づかせ案件だと、開票 0% で当確はよくあるよねって三田さん、確かに、それでも気づかないとかね、はい、全然気づいてない、可愛い顔文字ね、ありがとうございます、心さん、はい、全くその通りだよ、三田さん。はい、石井さん本日ありがとうって、またいろいろ教えてほしいとね、島さん、たけしさん、はい、ありがとうございます、というわけでもう時間、だいぶ来てしまったので、はいはい、このあとですね、はい、アッシーさんの方のチャンネルに、はい、来て、はい、もう一つ、石井さん、ハッシーさん、ギアを上げていただいて、はいはい、お話ししていただけたらなと思っております。はい、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、次の、ハッシーさんの方のチャンネルに行ったら、はい、動画の説明欄にハッシーさんの公式 LINE というのが載ってるんで、はい、ぜひですね、実際に石井さん、ハッシーさん会ってですね、交流というかお話、お話会、そう、はい、参加されたいという方はぜひそちらもご覧になってみてください、はい、LINE やってないという方がいらっしゃった、そちらに参加したいという方いらっしゃいましたら自分にお知らせください。スケジュール別の形でなんとか送れ、らせていただきます。はい、はい、それでは、はい、すぐ始まるな、すぐ始まる、はい、すぐ始まります、はい、ハッシーさんの方すぐこのまま後始まりますので、はい、このリンクに貼ってある、はいはい、第4部、こちらですね、はい、こちらハッシーさんのチャンネルになるのでぜひ、はい、お時間よろしければですねお付き合いください。はい、はい、それではワープしましょう。はい、ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。はい、ハッシーさんお邪魔します。はい、